引きはすごくいい。奪ったら物は壊れちまうって考えてみろ。いつか欲しいものを見つける。いつかな。ここの夢を見た。いや、記憶か。いや、ひょっとしたら全ては記憶なのかも。いや、夢か。いや、夢の記憶か。
ラムの知ったことじゃない。とにかく取引だ。食べ歩きにいい食い物は乾燥肉、乾燥肉、炙り肉、焦げた肉、串焼き肉、歯ごたえのある肉、カリッカリの肉、魚っぽい肉、臭い肉、腐った肉、まずい肉、茶色の肉、スパイシーな肉、しょっぱい肉、ネバネバの肉、ベタベタの肉、砂糖のかかった肉、歯ごたえのある肉、野生っぽい肉、脂身の多い肉、凍った肉、焦げた肉、辛い肉、細切れ肉、すじばった肉、赤い肉、虫の湧いた肉、ぐちゃぐちゃの肉、胡椒の効いた肉、何か見落としたか、ムム。野菜？そうだな、ムームーのための野菜だ。旅の途中では静かになる。前のことを考える。ずっと前、ほとんど思い出せそうだ。何かだ。爆弾、爆発、代わりに取引をしたらよかったのに。ムームーのチャリーはどこまでもついてくる。俺は守ってやる。あいつは運ぶ公平だ。公平な取引だけだ。公平な。な。グラムがある時、ムームーのために緑のものを見つけた。だがそこには目があった。歯ごたえもあって、そんなに緑でもなかった。チャリーは返した。いい取引じゃなかったか。スマーティが言ってた。グラム、心の赴くままに行け。心が止まるまでって。でも心は肉でできている。いい肉はただじゃない。取引しないと。だから奴らがやめるまで取引しろ。よこせ。怖がらないで。食べたりしないよ。